希望の会自由社民を代表し、原、えー、案の水道法の一部を改正する法律案に反対、えー水道法に、水道法の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成の、えー、討論を行います。 水道こそ公共事業としてやるべきものではないでしょうか。え水がなければ誰も生きられません。すべての人に関係する問題です。民間企業は利潤追求です。短期間で株主配当をし、そして役員報酬をし、利潤を上げなければなりません。利潤で行う、利潤がなければ撤退をする、そういう民営化コンセッションにえ私たちは賛成することはできません。えまさにこの え水の運営権、売却するものです。委託でも委ねるっていうものでもありません。運営権を売却するもので、この運営権は投資の対象です。え金融機関がお金を貸し、またグローバルファンドえ、投資機関がここに投資を行います。これには抵当権を設定することができます。抵当権をもし実行されたらどうなるかということについて、明快な答えはありませんでした。明確に法律上金融機関 そして投資会社がこの運営権を獲得をいたします。大混乱が起きます。投資の対象に絶対にすべきではありません。えー、次に、えー、この コンセッションの問題に関して、立法理由が一切ないことが明らかになりました。厚生労働省は、水道管轄する中央官庁であるにもかかわらず、一切海外の事例に関して、実際、調査を行っておりません。内閣府に至っては、PPP 推進室と、それから大臣、官房長官、補佐官が3回ヨーロッパに行っておりますが、水メジャーに行ってはおるものの、 問題が起きたところにきっちり調査に行っておりません。なぜベルリンに行かないのか、なぜパリ市の水道局に行かなかったのかという、パリ市のことが衆議院の厚生労働委員会で議論になりました。今年の10月、まさにパリ市に行っておりますが、最高齢化をなぜすべきだったか話を聞いたのであれば、なぜその報告をしないんでしょうか。立法理由は失われています。 内閣府も、そして厚生労働省もまともな調査をしていない、世界は再光栄化です。 なぜ10周遅れのトップランナーを失敗の上塗りで日本がやるのか、全く理解ができません。立法理由について説明ができないので、これは撤回をすべきだということを強く申し上げます。中立性、公平性がないことについて一言申し上げます。内閣府に水メジャー最大のベオリア社の人間、まさに PPP 担当者が出向して、現在も在籍をしております。そして内閣委員会、6月に行われた PPP、 PFI 強化法案に大臣の後ろで補佐をしている、一体誰のための法律であり、誰のためのものなのかということを強く思います。えー、利害関係者がこの法案に関わる、その PPP 推進室にいるということそのものが問題で、この利害関係者がいる中でのこの法案の提出は許されないというふうに思っております。えー、そして次に、えー 災害の時点においてえ、まさにこの委員会でも、災害の場合には、 自治体が責任を負うから問題がないのだということが全く理解ができません。災害のときに責任を負わないビジネスモデル、管理運営権など存在するでしょうか、ずさんになってしまうんではないでしょうか、衆議院の厚生労働委員会でも災害のときに派遣するのかということについては、自治体とその管理会社の契約の中身ですというふうに答弁があります。災災害害ののにに派遣もしなななければ災害の時に責任を負わないそんな管理運営権でえ 本当にいいんでしょうかそれではまさに売却をし、お金をもらいながら自治体、政府が責任を負うという、とんでもないビジネスモデルを私たちがやることになるというふうに思います。コンセッションは国民のためになりません。とりわけ水道のコンセッションは、命の水を外資系や大企業やさまざまなものに売り飛ばすもので、私たちは容認することはできません。そして えー、これが厚生労働省の水道課課でやってることが問題じゃないでしょうか、局、あるいは水循環法である、えー、が整理,したかつ整理しているわけですから、水循環庁などを作り、きちっと基盤整備をこそやるべきではないでしょうか、大都市の水道は、えー、水メジャーや大企業に売り飛ばされ、えー、そして過疎地の水は本当に放置されて切り捨てられる、それが日本の未来であってはなりません。えーこの えー、政府提案の水道法改正法案コンセッションの部分は削除すべきだということを申し上げ反対理由といたします他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めますそれではこれより水道法の一部を改正する法律案について採決に入りますまず石橋道博君提出の修正案の採決を行います 本修正案に賛成の方の挙手を願います少数と認めますよって石橋道弘君提出の修正案は否決されましたそれでは次に原案全部の採決を行います本案に賛成の方の挙手を願います多数と認めます よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際河合貴則君から発言を求められておりますのでこれを許します河合貴則君